新型コロナウイルスの感染状況ですえ、道内では新たに536人の感染が確認されました札幌市内は300人を下回っています263人ですね各地ともに3桁のところはなくなりましてだんだんと減少傾向もはっきりとしていますクラスターですがこの時間までに1件です十勝管内の介護老人保健施設で13人です カレンダーで見ていきますがこのところ前の週の同じ曜日からは減る傾向が続いています今日月曜日先週の月曜日から100人ほど減っていますこの後もしっかりとした感染対策は続けていきましょう